こちらに普通に置いてあったこれを使うぜ。ポートレート。これなんて書いてある？ポートレート、うん、どういう意味だぜ。似顔絵ってことだぜ。私は絵がうまいんだぜ。だから昨日ある人の似顔絵を描いてきた、うん、おう。似顔絵描いたの？そして今からお客さんの中から1名選んで、その人にあの有名な人の名前を言ってもらって。うわすげえ、なるほど。それにその人が書いてあったら予言的なことね。なるほど、なるほど。難しいよこれ。すごいねそれ。え、やってやろうぜ。いいでしょ。できんの？できるから来てる。すごい自信だ。でしょうが。すごい、ワイルドだね。ワイルドだから。じゃあもう小林さん、あ、そうだ、ジャンピングサーブで。ジャンピングサーブ、ここでジャンピングサーブさせんの？これ柔らかいから大丈夫。そう、誰がその取った人に言ってもらう。取った人。おお。じゃあこれもう運だ、うん、バーンっていくよ、うん、せーの、おりゃ。おわーい、おりゃ。おわーい、当たんなかったよ。誰も取らないってどういうことだ。当たったぜ。レフティーなんですか、ね、お父様。お父さんでいいの？全然いいですよ。もうこれは偶然だぜね。そっか、そうっすよね。男性か女性か結構でかいっすよね、うん、だって好きなんだタレントになったら。あ、まあそうですね。ほら、桃江ちゃんとか、うん、そういうのでいいのよ。あ、まあそうですね。キャンディーズとかね。いやでももっと難しいとこ行った方がいいじゃないですか。変に言わないでください。いや違うよ、怪しく、逆に怪しくなるから。新しい人だとさ、なんか用意してそうだから。まあまあ、いや、まあ聞きましょう、お父さんに。まずは、うん、何さんですか？はい、うん、ビートたけし。おお、いや、なるほどね。超意外、超意外、超意外だ。出てこないです意外と。女性だと思ったもんだ。超意外。確かにな。なんでそのたけしさんなんだぜ。なんで？やっぱり昔お笑いでひょうきん族とか、はいはいはい、見てたから。見てたから、ね、やっぱその印象が強い。その世代よね。それは代表する方ございますから。そうそう、確かにそれはあるよね。なるほど。あれ、もうさすがにダメでしょこれは。もうね、これはもうやっちゃったね。だって似顔絵描けないでしょ。まあいいでしょう。まあそう言うと思いましたよ。え、うん、なるほどね。困った人だな本当に。まあこのこれはもう何ていうんですか、完全に封鎖されてますから、うん、書き換えることはできないですね。まあそれは、うん、なるほど。竹内さん、うん、ね、大丈夫？なんで考えてんの？来ました。これすごいよ。この方です。じゃん、出ました、竹内さんです。やばい、やったー。分からん。スカート履いてんじゃん。竹内さんが生まれた時じゃないですか。まあ、まあ、その幼少の頃だ。ベビーの頃。ベビーの頃だ、ね、ベビー竹内。幼稚園生の似顔絵だよね。ベビー竹内。スカート履いちゃってるからもうダメなんですけど、時点で。何下の髪は？いや、コマネチの後だぜ。下の髪が気になる。髪が何？ああ、なるほど。なるほど。だから疑ってんだぜね。竹内さんじゃないんじゃないかと。女子、女子。ああ。じゃあ、これを開けて。名前が入ってたらすごい、すごいよね。あ、ビートたけしって入ってるのね。あとは北野たけし。行くぜ、うん、え、まさか死が見えた。うわー、たけしと入っているぜ、どうだ。すごい、ワイルドだろ。すごい、これはすごい。すごい。ということで以上だぜ。どうもありがとうございます。いや、ありがとうございます。